にちは、レノゲンチャンネル始まりました。ザシップロデューサーをしています、浜田志摩そしゃの近藤彩音です。今日ベルリンはなんと久しぶりに天気、太陽が出てみんな外に出ております。こんなにベルリン人いたっけっていう感じで、みんな日向ぼっこしてるんですけど、外はマイナス4度くらいです。私ももうね、久しぶりのこの貴重な、はい、ビタミンを摂取するために寒いんですけど外に出てきました。今日は家でずっと作業してるつもりだったんですけど出ちゃいますよね。ということで久しぶりの晴れてるベルリンからお送りしています。今回聴いていただく曲は前回と同様、オリさんとの、即興なんですけれども、前回オリさんはアルトリコーダーを演奏してました。で今回はギターを演奏してます。やっぱ作曲家は何でもできるっていうのがここで証明されると思うんですけれども、ギターとハンマーダルシマーで、即興してみました。もう寒い国のフィンランドの雰囲気をまた感じていただけたらと思うんですけれども、いやーなんてでしょうね、即興って一番分かりやすく感じるのがその人の音の選びの、まあ、個性というか感じられるんですけど、まあ、なかなか北欧の人と一緒にセッションしたことがなかったので、この音の次にこれが来るかみたいなのがたくさんあって、あとハーモニーもそうですね、すっごくやってて楽しかったです。ということでハンマーダルシマーとギターの即興お聴きください。ベルリン・リヒテンベルク、フランクフルターアレーの駅の近くからお送りしました。それではチュース。